Fantastic Radio Program! 日本放送 Good Afternoon! アッコのいい加減に旋回クイズ、アコちゃんに叱られる。もっと聞いてんじゃねえよ。電話で参加していただくクイズコーナー、その名もアコちゃんに叱られる。見事正解されると賞金1万円を差し上げます。今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方に今電話をかけております。まずは電話に出てください。そこで出題となります。もうね、自粛が解けたからはお出かけになってる可能性もあるね。今までステイホームやったけど。そうですね。3回出てくださいよ。4回。あれ、5回、はい、もしもし。もしもし、はい、あこちゃんです。嘘、こんにちは。こんにちは。足立区のラジオネームバーバーブーさん。はい、主婦で68歳って書いてありますけど、声お若いですね。若いですね。見えてないからです。うん、それもあるかも。いや、そういうふうに言うんなら。そういうでも若いです。お若いですよ。さあ、はい、今から問題を見ますから、しっかり聞いてください。ブーブーさん、では問題です。バーバー、はい、サービス問題ですからぜひ当ててください、はい。今日のゲストは多彩なトークと語録で話題のローランドさんでしたが、はい、ローランドさんは別名ホニャララの帝王と呼ばれています。つまり何でしょうか。1番ホスト界の帝王、はい、2番ビジネス界の帝王、はい、3番接客業の帝王、はい、4番夜の帝王。4択です。さあ、バーバーブーさん、今の問題の答えは何番。正解。正解です。おめでとうございます。1万円です。ずっと聞いていただきました。はい、ずっと聞いていただいてました、はい、ラジオ。あ、ずっと聞いてましたね。え、はい、ローランド楽しかったですよね。本当に素敵な方です ね。 ねえ、私あのメールにも書かせていただいたんですけど、はい、自粛中の渡部さんにこの放送を聞かせてあげた。家で聞いててほしいです。渡部さんに。渡部さん、なるほど。心の底からそう思います。そしてローランドさん、素晴らしいと書いてありますね。本当に私に思いました。ああ、私もそう思いました。だからもう年齢関係なく、あいつは自分の、あ、女の心を掴むんだね。うん、うまいですね。うまいというか、やっぱ誠実な感じしましたね。そうそう、なんかいい感じでしたよね。なんかすごい不安になりました。ああ、よかったですね。喜ぶと思います。はい、でも今日当たりましたから有効に使ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。失礼いたします。ということで、バーバーブーさん見事1万円ゲット、はい、正解はホスト界の帝王でした。はい。